神体とする、三影山手前は、宮池。大鳥居出雲大宮宮は、京都府亀岡市にある神社。式内社、丹波国一宮。旧社格は、国家兵中社で、現在は、神社本庁に属さない、丹立神社。旧称は、出雲神社。別称として、元出雲や、千年宮とも。亀岡盆地東部に立つ三影山の山麓に神社。 古くは三影山を神体山として祀る信仰があったとされ、社殿は和道二年に創建されたと伝える。元出雲の別将は、出雲大社が出雲大宮宮からの分霊とする社殿に由来する。いわゆる出雲大社は、明治時代に至るまで、木月大社を称していたため、江戸時代末までは、出雲の神といえば、出雲大宮宮を指していたとされる。現在の本殿は、 重要文化財に指定されている。祭人に関しては、天心彦根命、天ネビスドリー命、三骨姫命のみ柱とする説や、もともとは三骨姫村一柱のみであるという説も、ある。出雲大宮宮は、出雲大社名としているが、島根県の出雲大社や、同じ亀岡市内にある、出雲大社京都文院とは別法人の神社である。 祭人の大国主身については、一般には、出雲国の出雲大社から勧情したとされている。ただし、社殿では逆に、出雲大社の方が、出雲大和宮より勧情を受けたとし、元出雲の通称がある。社殿では、丹波国風土器一文として、元明天皇は同年中、大国主身後一柱のみを、島根の木月の地に移すの記述があるとする。 出雲大社との関係も2009年の社殿創建1300年を境に一層の交流が始まっている。参道に立つ国平中社出雲神社の社名表は、出雲大社の元宮寺、千下高富の筆によるものである。また2014年に作られた正面の石碑、丹波国和行宮出雲大宮宮の記号は、出雲大社元宮寺、千家村、優の筆である。 創建の年代は不詳。前述のように社殿では、丹波国風土器一文として、元明天皇和道年中、大国主神後一柱のみを、島根の木月の地に移すの記述があるという。社殿では、和道2年10月21日に社殿が建てられたとする。古事記、日本書記には、国譲りの神事が記載されるが、丹波国は、出雲、大和の、両勢力の接点にあり、 国譲りの所有によって祀られたとされる。境内には横穴式石室を持つ後期古墳があるほか、西南には口丹波最大の前方後円墳である千歳車塚古墳があり、古くから三影山を身体として祀る氏族がいたと推測されている。国史の所見は日本紀略の公認8年12月16日上。 丹波国総伝軍出雲社、名神に預かるという記述であり、この時代にはすでに有力な神社になっていたことがわかる。平安時代中期の縁起式神明帳では丹波国総伝軍出雲神社と記載され、名神大社に列している。昭和5年には雨乞いの功を示したことから深海が最高位の小一くらいまで登った。鎌倉時代の吉田健康の すれずれ草の第236段、丹波に出雲というところありの、出雲はこの神社であり、それによれば、この時期には、志田氏によって立派な社殿が建てられ、京都の都人の数計を集めていたことが伺える。昭和元年、足利高氏により現在の社殿が造営されたと、される。明治4年5月14日に、近代社格制度において、国兵中社に列した。また、 神宮寺を現在の極楽寺に借地移転した。極楽寺所蔵で重要文化財に指定されている十一面関税音母薩像は神宮寺時代に安置していたものとされる。戦後、現在の出雲大宮宮に改称した。本殿本殿は室町時代前期、足利高氏による玄徳年間、または上和元年の改修と伝える。三権者流れ作りで、 全室を有し、屋根はひわ武器である。装飾はカエルまた、手橋程度に留めた上、太い木割りを使用した豪壮な社殿になる。国の重要文化財に指定されている。廃殿は、入りも屋作りつま入り、ひわ武器で、毎度の形式。明治11年造営。境内には、マナイの水と呼ばれる湧き水がある。マグマの接触変成岩層から湧き出している。 古来より御人髄と崇められてきたという。古来より三影山は国のとこたちの村の鎮座する地として金足地とされた。現在も立ち入り可能なのは国のとこたちの村を祀る岩倉までの参道のみである。かつては36社の節末社を有していたと伝わる。現在は夏季の八社が残る。上野釈ャク勇者年間祭事一覧大祭。 中祭りの記載のないものは、小祭り。4月18日に行われる大祭り。出雲風流花踊りが奉納される。本来は、雨乞いの踊りだったとされる。一時断絶していたが、大正13年に再開された。所在地交通アクセス。ありがとうございます。